元気が出る大チャンネル。マロニエ、マロニエ、どこだよく似た後ろ影。日光道に入りました。これから日光に向かって一直線です。今市市に間もなく入ります。アニメちゃんさ、はい、調子が悪い時によく言うんだよね、はいはい、日光の手前だよねって今市よく言いますね言うよね間もなく日光の出口です。東照宮の入り口までやってきました。もう森が綺麗ですね。今バスが前走ってますが、左折してでこの朱色の綺麗な橋を向こうが行くんですが、いろは坂ですね、七曲がりの本当に50いくつか坂があるような気がしますけどね。いろは坂、そしてその向こうには剣音の滝、その剣音の滝の滝の上は中禅寺湖なんですね。もうこれ立派なとこがいっぱいあるんです。でもちょっと時間の都合もあるので、今日は東照宮を今からお参りしたいと思います。日光東照宮に到着しました。ご紹介します。千葉紀子さんです。どうもお世話になります。失礼します。千葉さんは校長先生をされて、栃木県の学校の先生をされていらっしゃって、国文学を勉強されて、つい先日もこういう本をね出されましてもう文学で綴る栃木県のいろんなところの場所とですね、文豪の話を今日ちょっと今が日光を歩かせていただくんですけど、はい、その後、大正ロマン街道、はいはい、いろいろ行かせていただくので、ちょっと案内をしていただこうと思ってちょっとお連れいたしました。どうぞよろしくお願いします。お願いします。先生、東照宮はこれどういう意味で作られたものなんですか？徳川家康のお墓ということなんですが、なるほど、それをお祭りしている場所ということですね、はい、あ、そうなんですね、はいはい、もう日光のこの一番のこのいい場所の山に建てた理由があるんですか？はい、関東平野全部 見渡して、あ、なるほど、江戸城を中心に、はい、丹波市を見守る、あ、見守るというね、関東一円を、はいはい、まあ、江戸城を中心にもう見守るためにこの日光を選んだと。そういうことですね。なんか遺言状に書いてあったって感じですね。はい、亡くなる時に天海和尚という、はい、立派な人がいたんですが、はい、その人の指導によると思うんですけど、はい、まず亡くなったら久能山の方へ東照宮として待つ、はい、で1年後に日光に移してくれという、はい、そういう遺言があったんです、ね、なるほど、ゆかしき場所なんですね、はい、素晴らしいですね、はい、じゃあ早速先生と一緒に歩いてみたいと思います。じゃあ行きましょう、はい、すごいですよね。遠近法になってるんですって、この階段が。確かにそうですね。それによって、鳥居が遠く大きく見えるっていう。なるほど、すごい、そういう建築美学もあって、うん、そうですね。あそこに書いてある東照大権現っていうのが、はい、徳川家康の真の神の名前、はい、あ、そうなんですね、あれ片道曲がるんです。あ、はい、大きいんですね。こういう石もすごいね、これ素晴らしい。あ、これ、あ、はい、斜めになってますよね。あ、こう斜めになってますね、この灰色と茶色なんですが、 ね、はい、それがはっきりしているときは雨が降るっていうふうに言われて、もうかなりこれはっきりしてますから。あ、これから雨が降るんですね、はい、あ、楽しみじゃないけど楽しみですね。照ると照れで照り石ってこう言わ
言われてる石なんです。へえ、案外知られてないです。見てください、これが有名な東照宮の五重塔です。これは今のスカイツリーにも採用されているという構造建築なんですよね先生。そうですね、真ん中が吹き抜けになってて筒状になってるらしいですよ。上から下まで新柱って柱が通って、はい、下が10センチ浮いてます。なるほど、36メートルあるんですね。そうですね、高さは36メートル。この装飾見てください、綺麗だな。昔の人は本当に手が込んで手を抜かずに作ったんですね。さあそれではいよいよ入りたいと思います。はい、お願いします。はい、どうぞ。先生すごいですねこれね。ここは立派なの建物が並んでます。すごいですね。でもやって真ん中にやっぱりいろんな動物がたくさんね。あれは加納太夫っていう人、象を知らないで想像の象、想像の象なんですね、それをエレファント、はい、すごいな。もうあらゆるところにやっぱり徳川家康を祀ってるというかね、だけあるんですね。金色で囲われてる感じ、うわ、もうあそこまで行くの楽しみだな、すごいな。ピッカピカですね。あ、これだ、来ましたね。サンザルですね。見ざる言わざる聞かざる、右側からね猿が並んでいますが、先生これどういう意味なんですかこれ。はい、あの全体の猿で、猿の親子で、はい、人間の一生を表しているということなんですが、サンザルで悪いものは見ない、言わない聞かないってそれ教えが入ってます。そうですね、もともとこれ馬なんですが、はい、神の馬が入ってたんですが、その馬を守るのに猿っていうことで結びつけて、あ、馬屋なんですね。そうですね、なるほど。この欄間にね掘ってあるような掘り物ですけど、外に向かってこうあるんですね。見てください、正門、陽明門です。ここは日暮門という名前の別名もついていて、日が暮れても飽きないというぐらい、すごいな本当に。この建築美学ものすごいですね。そのまま隣もね、こういう彫刻ずくめですね、図絵を本当に使った、さすがですね。隣の杉も、目の前に眠り猫、これですね、左神保の作、あ、本物だ、素晴らしいですね。この真裏がねスズメなんですよ。ほらこれがいい意味あって、猫の後ろにスズメがいて普通はね逃げるんですけど、逃げないでいるっていうことはそれだけ安心なんですよっていうことを表しているという、そういう意味があるそうですよ。があります。はい、ありますね。全部上を向いたような顔のようなのがあるんですが、はい、これですね、全部柱、あ、このクローバーみたいな、はい、上に向いてますね。12本のうち11本がこの上向きなんです。はい、はい、この門を作ってるのが12本あるんですね。はい、1本だけ、はい、それだけ下向きになってるんです、はい、あ、そうなんですか。あ、本当だ、逆になってますね、全部下向きになってますね。へえ、こっちはまた上向きですもんね。これどういう意味があるんですか。最初から完璧にするとあとは落ちる、崩れる、はい、そういうことになるんで、初めから一本こういうふうに失敗作っていうか違うものにしたんです。考えたもんですね。そうですね。日光の杉並木です。那須といえば乳製品が有名ですね。千本松牧場に到着しました。メーメーランド。あ、かわいい。羊がいる。乗馬クラブがありますね。気持ちがいいでしょうね。白馬に乗ったオジさん。いただきます。ここは那須塩原の大正ロマン街道の出発点という感じですね。
先生、よろしくお願いします。ここはあの電車の終点になったところなんです。そうなんですね、はい。明治45年までに関屋まで来て、はい、その後ここへ伸ばして大正11年に電化されました、はい、先生、これが当時の写真ですね。そうですね、当時塩原口というふうに呼ばれてました。それでその後塩原までっていう計画があったんですが、ちょっといろんな事情で昭和10年で倒産ということになってしまった、ね、はい、その細かいことがここにあるんですけど、これ千葉先生が原稿を書かれた文章なんです。うまいですね。先生、ここはあの尾崎紅葉さんの金色夜叉、あの名作の最終点がこの場所なんですね、はい、そうですね、塩原温泉が、ここに石碑がありますが、はいはい、この金色夜叉は大体あの熱海のイメージが強いじゃないですか、はい、来年の今月今夜この月を僕の涙で曇らせてみせようってあの名台詞。でも実際には違うんですよね、はいはいはい、熱海は13ページ、そして塩原は58ページ出てくるんですよ。でここが最終地点なんですよ、ね、えダイヤモンドに目がくらみ学生だったそのね彼女を奪われてくるんですよ ね。でお金の恨みをお金で返すって夜叉になって、でも最後は全うするのがこの塩原の街で、綺麗な景色を見て一人前の立派な普通の人間に戻るというところで幕を閉じるという、そういう歴史の物語が塩原の綺麗な景色がそうさせるんでしょうね。素晴らしいところですよね。見てください、この渓谷素晴らしいでしょ、ね、天狗岩ですね。この壮大な景色を見てほしくて、この岩山が青いんですよね。これ見えます、これほら、すっごい綺麗なね、水質もいいですよね。那須塩原温泉に入ってきました。この辺は川沿いにもたくさんの宿がありますね。湯の花荘、まんまる、そしてスナックバラさんです。びっくりした、マスターパパが顔出してくれました。塩原温泉は本当にたくさんの旅館があって、今もたくさんの人が泊まりに来てますね。ここなんかも吊り橋が綺麗ですよ。風情がありますね、大肌旅館。圧巻。これは松屋さんですね。今日の動画のラストなんですが、塩原八幡宮の前に来ました。お堂を見てください。塩原の町を守ってきた、そんな由緒ある雰囲気ですね。風情がありますね。さあ皆さん、後ろ見てください。ご神木なんですが、樹齢1500年という逆さ杉という杉なんですね。すごいでしょこれ、立派ですよね。1500年を見守ってきたっていうんですから、素晴らしいでしょ先生。これすごいですね、感動しますね。そうですね、いいですね。夫婦杉になっていて2本が重なってる状態なんですけどね、まあ残念ながらちょっと本当は枝がこうやってね垂れ下がるような、しだれるようになってたんですけど、寿命を伸ばすために結構剪定をしてしまったんでしょうね、はい、枝を切ってしまったらしいんで逆さの部分が大変少なくなっているんですが、枝そして葉っぱが全てが逆さにいると垂れてたっていう、まあ、この塩原の七不思議になっているという、ね、はいはい、その杉の一つなんですけど、今日はこの御神木の前に来ることができました。
この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。